2008年4月、ニューヨークコミコンにて、フランク・スポトニッツは、アメリカ合衆国の脚本家、プロデューサー。テレビドラマ、X ファイルで、ゴールデングローブ賞などを受賞している。生誕地は、日本のキャンプ座館。UCLA で、英文学の学士号を取得し、AFI で脚本の MFA を取得。当初は、AP 通信、UPI 通信社。 エンターテインメントウィークリーなど、新聞、雑誌の記者を務めた。1994年、X ファイルの脚本陣に参加。ほどなく、スタンドアローンエピソードのみでなく、政府の陰謀説や異性人を扱う複雑なミソロジーエピソードの企画、構成にも携わるようになった。同テレビドラマにおいて、スポトニッツは、合計40本以上の脚本、または、 共同脚本を担当し、合計2話の監督も担当。その中には、1997年にエミー賞にノミネートされたメメントモリと共同脚本も含まれる。同番組では、ゴールデングローブ賞の作品賞や、ピーボーデ賞を受賞したほか、エミー賞のテレビドラマ作品賞にもノミネートされた。X ファイルでは、合計9シーズンのうち8シーズンに参加し、 そのうち4年はエグゼクティブプロデューサー、3年は1013プロダクションズの社長も兼任。2002年に X ファイルが終了した後、CBS 系列の犯罪ドラマ、ログリーホミサイドディビジョンにおいて、マイケルマンと共に制作組織を務めた。2005年、1970年代のホラードラマ、事件記者、コルチャックのリーマジネーション版となる。 ナイトストーカーを ABC 系列とタッチストーンテレビジョン向けに企画した。2006年、スパイク TV 局向けに AMPED という番組のパイロット版を考案し、ビンス・ギリガンと共同脚本を担当。その他、ミレニアムの共同制作葬式、ハーシュ・レルムの制作葬式、ローン・ガンメンの制作葬式、共同原案を担当。劇場映画版、第1作。 x ファイル・ザ・ムービーでは共同制作、共同脚本、劇場映画版第2作、x ファイル・真実を求めてでは制作、共同脚本を担当した。また、劇場版第2作の公開に合わせ、3本のコミック版 x、x ファイルを制作する契約を、ワイルドストロム社と交わした。2010年夏、ロンドンに家族と共に引っ越し、その後は、 イギリスのテレビ業界で仕事をしている。2011年、イギリスのテレビドラマ、ストライクバックの第2シリーズで、脚本、共同制作組織を担当。さらに、スポトニッツの原案による、スパイドラマ、ハンテッドが BBC に採用された。制作会社は、グドウスフィルムテレビジョン、シネマックス、およびビッグ、ライトプロダクションズ、 第一シリーズの脚本もスポトニッツ自身がすべて執筆し、2011年秋に撮影が開始された。主演はエイリアスでスパイ役を演じた経験があるメリッサ・ジョージである。ハンテッドは2012年10月4日にイギリスの BBC1 局で、同10月19日にアメリカのシネマックス局で、それぞれ放送開始となった。2015年からは、 アマゾン配信の高い城の男ザ・マイン・ザ・ハイ・キャッスルのショーランナーを務め3話の脚本を書いている。妻メリッサ・レファンテとの間に4人の子供がいる。ミソロジーについては X ファイル概要を参照。ありがとうございます。